今日のスタジアムはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんをお迎えしています。明治安田生命 J1 リーグの一戦、ジュビロ磐田が清水エスパルスと戦います。この空気感がたまりませんね。僕も選手だった頃はキックオフ前の時間が一番緊張しました。この一戦もなかなかいい試合が期待できそうです。今日の試合に出場するホームチームのラインナップです。一般的な 3-5-2 を採用しました。サイドのスペースをどうカバーするかがポイントです。アウェーチームの先発メンバーはご覧の通りです。攻撃的な 4-5-1 で戦うようです。カウンターに備えやすいシステムです。試合開始です。いいところを見ていました。いい感じで攻めていましたが残念。ドーグラス仕掛けてくるのか。先制ゴール、早い時間に得点を挙げました。ディフェンス側がスペースを与えすぎですね。こんな距離を走られる前に潰しておくべきでした。別のアングルからご覧ください。試合開始からわずか5分、早くもゴールが生まれました。危険な位置です。ここはドリブルに入ります。来た！ゴール決まった！やったらやり返されたということでしょうか。やられた方は先ほどの得点後に集中できていませんでしたね。試合が目まぐるしく動きます。ゲームは再び同点です。別の角度からご覧ください。金子翔太、山田裕樹、森谷健太郎、ボールを奪われました。ここはボールを奪いました。いい読みでしたね。カウンターも狙えます。スライディングに行く。うまく読んでいましたね。ボールは相手に渡りました。
ここで網にかかる。相手のマークに合っています。ここから狙うのか。キーパーに近すぎました。山田裕樹、森谷健太郎、アタッキングサードに入ってきた。守る側は最後の一人でしたから止めようという気持ちは分かります。しかしボールに行っていなければ一発退場でしょう。これはレッドカード、退場です。いやー、これは止めるしかなかったでしょうか。素早いリスタート。ボールをダッシュ、寄せが早い。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。このカウンターは不発、ボールをキープできません。ボールがこぼれた。どちらが取るでしょうか。このチャレンジは失敗でした。カードが出るでしょうか。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。離れた位置からのフリーキックはわずかに枠の外。もう少し中に行っていれば入ってましたね。松原浩、エウシーニョ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。スルーパスが味方に通る。ドーグラス、ドーグラス、カミンスキーが処理。見事なコントロールです。森谷健太郎、ドーグラス、どうだ、飛びついてなんとか止めました。ロングシュートも素晴らしかったですが、セーブが見事でしたね。あの距離からはそうそう入れさせてくれませんね。いいロングシュートでしたがキーパーに阻まれましたね。遠くから狙ってきましたが、ここはキーパーが止めましたね。さあボールを蹴った。このプレーはチャンスにつながりません。鎌田健吾、さあカウンターを仕掛けるか。カウンターを仕掛けましたがうまくいきません。あっと、すぐにボールを取られました。マークされていてもうまくボールを収めました。視線が中にいった。さあ出すか。ここはキーパーが積極的に出ました。このパスは読んでいました。このタックルはファールを取られます。カードもあるかもしれません。イエローです。レッドカードもあるかと思いましたね。助かりましたね。退場者が出ていなかったら今のは出てたかもしれないですよ。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。ここはカウンターのチャンス。鎌田健吾、見事な視野です。決まるか。これを防いだ。危険な位置からのシュートでしたが見事に止めましたね。鎌田健吾、コーナーキックです。試合をリードするチャンス。中に入れた。
危ない場面もディフェンスがクリア。入るか。鎌田健吾。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。あの同点ゴールは大きかったですね。ゲームを振り出しに戻しました。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。後半戦が始まります。素晴らしい読みでインターセプトしました。ドーグラス。チャンスを狙っています。ボールをキープして自ら勝負します。見事な弧を描きましたね。完璧です。ガラ空きのゴールでボールを流し込んでいます。絶好のチャンスでしたね。こういうシュートは外しようがないでしょう。こちらのカメラからの映像です。できればリードを許したくなかったでしょう。監督も苦い表情です。森谷健太郎。相手ボールになります。ドリブルでボールを持ち出しています。ナイスディフェンスです。エウシーニョ。ポストに当たって決まりません。あわやというシーンでしたから、監督もがっかりしています。ドーグラス。このボールはキーパーが落ち着いてさばきます。相手ボールになりました。いいところへ出した。キーパーのダイビングセーブ、これはすごい。いやー、ファインプレーですね。さあボールを蹴っ、ここはキーパーが止めました。ピンチを防ぎます。森谷健太郎。ゴールを見る。ここは止められました。ボールをキープされます。田口大志。アタッキングサードに入ってきた。狙ってきたぞ。このボールは止めただけ。クリアできるか。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。カウンターからゴールを狙いましたが、ボールをキープできません。このパスは読んでいました。このボールは直接相手の選手へ。さあどうする。大井健太郎。どうやらまだ足の痛みが引いていないようですね。これは見事に奪いました。前方に運びました。ここから狙うのか。何かしてきそうですが、ボールをはっきりクリアしたい。カウンターのチャンス、仕留められるか。ここは素早く戻られました。カウンターは決まりません。
このままプレーさせます。チャンスになりそうですよ。ゴールキックになりました。これはもったいない。この選手の活躍が目立っていましたが、ここで交代です。田口大志、前が空いている。ボックス内へ入れてきた。合わない。クロスはチャンスになりません。チョンテセ、ここはうまくボールを取りました。観客席から大きな声援が上がります。チームが1点負けているとはいえ、まだ追いつけると信じているんでしょう。中央にクロスが上がった。ゴールの枠に行きません。このヘディングは力が入りすぎなんじゃないでしょうか。外れた。これは決定的でした。クロスに合わせるまではいい流れです。あとはフィニッシュだけですね。試合時間は残りわずかですが、ホームのサポーターは全く諦めていませんね。チームの力を信じています。ここは期待に応えて同点に追いつかないといけません。素晴らしいスルーパス。攻撃は今一つ。チョンテセ、何を狙うのか。ボールの動きが激しい。試合終了を意識し始める時間帯に入ってきました。福西さん、チームはここまでしっかりとリードを守っていますね。はい。しかし点差はわずかですから、清水エスパルスの選手たちは最後まで集中力を切らさないようにしたいですね。プレーが止まります。主審がイエローカードに手を伸ばしました。少し危険なプレーに見えましたから、妥当な判断かもしれません。ボールは相手に渡りました。サイドを崩してチャンスを作った。走り込んだ味方にスルーパス。何をしてくるのか。ナイスディフェンスです。このホイッスルで試合終了です。ライバル同士の戦いに勝者が出れば敗者も出る。チームは残念ながら敗れました。このカードは注目されますからね。この悔しさをバネに、次の試合、そして次に直接対決するときに向けレベルを上げてほしいですね。